せーの、怒りだー、勝ってー、よいしょ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 。本日も、こんにちは、ラジオ自己満足の骨ごおりと申します。ヤシココでーす。はい、ヤシの実ココナッツです。私は骨に氷と書いて骨ごおりです。はい、久しぶりにね、怒りというコーナー、はい、何回ぶりですか、もうよく覚えてませんけども、はい、ちょっとやってた記憶もあるし、あいまあいまに。やってない。やってない気もする。気もするね。はい、思考に取られてた。はい、ね。と思考内が楽しすぎて、はい、そっちにかまけておりましたが、たまには、はい、怒りというコーナーですね。怒ったことを言ってこう。はい。じゃあ行こうかな、はい。はい、どうぞ。はい。これ骨氷さんにはもう言っちゃってる怒りなんで、新鮮じゃなくて申し訳ないんですけど。はい、お尻の穴が切れましたと。はい。はいじゃない。切れてない。はい、切っちゃった。流れて。何ですか？バイト先、元バイト先ですね、うんうん、の、一緒に働いてた人たちがですね、はい。まあ、僕をハブにして、ご飯に行っていると。なんか、この間もありませんでした？ありました。2回目。またですか。ああ、もう。まあでも、全然にじゃん。1回目誘わなかったら2回目ないよね、と思うけど。うん。同じメンバーってこと？プラスワン。同じメンバーにプラスワン。それ、俺でよかったんじゃないか、呼べるのさ。あらららら、らじゃあねえ、そうですよ、呼んでくれてもって感じじゃね。なんで呼んでくんなかったんでしょうね。そんなんだからじゃない？でもなんかこれ前話した時も言ったかもしれないですけど、まず年齢が違うんで、うん、でもそこっていうのは大前提ありそう。そこ、あ、そうか、同級生よね。 そこもう今集まってるメンバーは、そう、みんな同じタイミングでバイト入ったのがほとんどなんだけど、ほぼほぼ同じだけど、僕が2個上で2個下っていうところは多分ある。そう。だけど別に結構僕は仲良かったんじゃないかなって思ってるけど、俺は自分が思ってるだけだったら悲しい。これ悲しいね。本当に悲しい。あとは、なんかみんなね、4人で会ってたんですけど、3人が公務員っていうことを初めて知って、その、僕がそれをだって前知ったのは、これから、僕の2個下なんで、今社会人1年目なんですけど、大学生がね、卒業してから。だからそれの卒業直前にこれから社会人頑張ろうねみたいなストーリーを見て発覚したのが1回目で、今回はまたストーリーで発見して、なんかみんな公務員なんだけどわらみたいなストーリー見て、あ、公務員なんだ、え、あなたが公務員っていうのとかいろいろあったけど、なんか悔しさもあるね、僕は知らなかったみたいな。そう、僕そういうの嫌いなんですよ、もう全てを知りたい人だからまあわからんでもないが、そうそう、もう会社のことも全部知りたいから、現職もね、隅から隅まで全部見てますけど、だからそういうことされちゃうとやっぱり心が痛みますねっていう。みんな何してるか知りたいよね、正直ね。そうそう、私は教えたくない。個人的に LINE で教えてほしい、職業とさ、住んでるとこと。なんか嫁がいるかどうかとか。せっかくプロフィールにさ、ほらステータス欄とかあるんだから、別にインスタでもあるし。そうだよ。そこにね、ね、おのおの書いてくれてもね。いいじゃんね。なんかしょうもないことばっか、上目指すみたいな。しょうもないことばっか書きやがってね、本当に。本当に。もっと地に足つけな？ね。っていうことで、ちょっと3回目もあるんだろうなと思いながらね。そう、このリアルタイムの気持ちを。でもそのストーリーにもう文句言ったら、次私って。いや、次怖い。次私参加って。いや、もう消えちゃったかな。全然消えて。とはいえ、インターネットの人じゃないからな。あ、そう。そうか、公務員だもんな。公務員ってインターネットやってないもんな。でもそのストーリー上げてた人だけ公務員じゃないんだよね。ああ、なるほど。まだ、ね、インターネット通じてる側の。あ、まだストーリー消えてないわ。あ、言っとこうも。言っとく？いや、ちょっと。いいなぁ。いいなぁ。怖ちなみにね、勝手に写真を撮られるので。あ、そういうタイプの。そう。今、いつも送ってる例のところに画像を貼ったんですけど。いや、ほんとにさ、そっちかい。普通に盗撮をしてるからよくない。あ、よく見るこの後ろ姿のストーリー。そうそうそう、この直後この3人逃げたらどうするの？ね、巻いたらそうだからね、ちょっと悩む。え、送った方がいいのかな。ああ、うん、いや、その逆に参加やめといたらって、え、怖っ。もう次から参加しなかったらいいんじゃない、こんなこと言ってるよって。え、じゃあなんかちょっと一番キモいやつ送ろうかな。え、チンチン見せて。いや、見せないで。いや、その、なんだろう、参加したいとも言わない感じ。あ、いいなーってこと？え、いや、そう、だからその、楽しそうだなーとか、
そのバイト先のメンツ最高やね。俺はいないけど懐かしいわらとかにしようかな。あ、いいじゃん、感想をね。ちょっとじゃあちょっと待って、今このまま送るわ、この流れで。何食べたん？それはね、画像から分かる。なあ、きったねえビビンバ食ってるわ。食いふさしかい。まあでもこれストーリーに幸あれって書いてあるから、あで幸あれって送ろうかな。あ、いいじゃん、幸あったんって。キモすぎるな。ねっとり。はい、ということで今画像を貼った通りでやったので。怖いよよ、怖え。私もこのバイト先の一員やけどねって感じで。まあこれ収録中に返信来るとええね。そうね、はい、エンディングまでに。はい、ということで骨彫りさんは、はい、私あの怒りのあるあるというか、こう怒りがよくある場所、はい、電車に次ぐ、大浴場。はい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 、大浴場はもうね、確かに怒りの宝庫ですよ。もうこれはね本当に嫌だね。そう、まあとあるねビジホの大浴場があってね、はい、もうヘトヘトやったもんで、うん、もうどっぷりお風呂使ったろう思って、30分ぐらい行ったろうと思って、あらららら、そんぐらいの着替えで入ったわけですよ。だそんなね、うん、ビジホなんで大きいお風呂じゃなくて、本当に大きいお風呂1個だけみたいな、はい、あとはこうなんだカランっていうかね、シャワーがこう何個かあってみたいな感じで、はいはい、先に一人入ってったんだよね、うん、おじさんが、うんうん、1人、はい、で先に浴槽っていうか、まあ大浴場の方使ってて、で僕が 頭とか洗うわけじゃん先に、はいはいはい、入る前に。で頭洗ってこうひげ剃ってたらですね、おじさんが浴槽から出てくるわけじゃないですか。まあまあそうですよね、頭洗い始めて。ああなるほど、ということは、まあ、頭だけかなって思ってね、僕が体洗いながら見てたら、はい、体も洗い始めたんですよ。顔とか。はい、えって思って。未洗浄ってこと？清めずに入ったこいつはって思って。まあ、いるよな。本当にそれで慣れてしまって、つからずに出てきちゃったんですよ、私はもう。もったいない。いや、これはさ、だって、その日、大浴場が空いてからそういう人はいるよ、多分。ね、いるけど、いざ目の前で見てしまったらよ。まあ確かに。ちょっとやっぱその汚れというものがやっぱね、目に見えてるところで怒ってるから、ちょっと入れないじゃん。もう僕はもう気にしたら負けと思ってね、見ないようにしてるけど。いや本当入りたかったよ、でもそんな大きいとこじゃないのもあるし、やっぱり。まあまあまあ確かにね。なんか、悔しかったです。本当に。マジでヘトヘトだった。そこまでは見てないの。それは知らないよ。でも、かけ湯じゃねえよ、そんな。いや、わかる。おじさんの油なんか、落ちるわけ。おい、かけ湯ってさ、お湯の温度確かめの行為だと思ってるから、結局あれは。うんうんうん。だから、洗えよって話。単純に。もう、慣れてんだから、こっちは。その後、もう結局出るタイミングは同じ。その人、なんか体洗って出るっていう、なんか変なことしてたんだけど。なんか。出るタイミングはほぼ同じで、その。はいはいはい。ちっちゃく、すいません、みたいな。なんか、礼儀は正しい人ではあったんだけど。いや、そういうなんか、何かが歪んじゃってる人ね。そう。いや、これは本当にお恥ずかしい話ですけど、うちの祖父もそうだったわ。あら、嫌ねえ。そう、嫌なじじいです。本当に。あんたがそう言ってんならいいけど、まだ。嫌なじじいだけど、結構幼少期から見てて嫌だなって思ってました。それが当たり前になるんじゃなくて、結構その、違和感があるというか、でもそういう人って、うん、多分家でもそうしてるからなんですよね、きっと。ああ、まず湯船にジャバン。そっから洗って出るみたいなね。そう。まあ気分はいいよ、汗だくの体に一気にさ、お湯使って。あとはまあ、一人だったらね、いいと思う。いや、そう、だって自分のお湯やったよ。そうそうそう。それ私浸かる予定のお湯やったんやけどっていう。いや、やだね。結構でも。本当に嫌だった。やだよね。なんかその、こっちもさ、湯船って思って言ってるわけだから、湯船、大浴場に。それを潰されたから悔しくて。って怒りでした。なんか、ええ。お風呂の話はちょっとしたいかも。私もこれまでにいるわ。いろんな人に出会ったりかも。そんな銭湯行ってんの？そんな行ってるわけじゃないですけど、なんか。やばいね、埼玉って。変な人にはいるかも、結構。いや、なんかその、騒ぐ大学生とかではもうムカつかないよ、正直。騒ぐ大学生はいいなって
って思う。このおじさん怖いよ。いいなぁ、だからね、結局。やっぱりそのね、若者の中に入れてくれてるっていう気持ちになる。お風呂というでっかいコミュニティで。見せてくれてる。高校の中は入れないからね。そう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 。っていう感じで、ちょっとまた機会があったら話そうかな。わかりました。また、はい、風呂の怒り大爆発スペシャルがね。あなたたちがお風呂の怒りを言ってくれたら、そう思いますよ。もっとね、その回も充実するかな。はい。はい、ということで、引き続き、毎週言ってますけど、毎週言わせてください。お便りお待ちしております。はい、お願いします。ということで行きましょう。ヤシココ。はい、骨氷のラジオ自己満足。無駄話しょうもなすぎる話をさ、長い間しちゃダメだって聞んなきゃいけないんだから。いや、あなたもでも好きでしょう。流すとバンレベルの下ネタを今長々と雑談してたんですけども、はいはい、話は戻ってね、さっき怒りで、はい、大浴場ね、ビジホンに泊まって大浴場入ったって話したなと思うんです、うん、なんでビジホンに泊まったかみたいなね、思ってましたけど、そう話したんですけども、本当に昨日一昨日、はい、でスーパーフォーミュラっていうのを見に行ったんですよね、私。ちょ、それ何なのか未だに分かってない。何なんですか。はい、そのあたりの説明もね、今日できればいいなってことで、話すことなく、はい、ちょっとね、画面共有の方をさせていただきます。何なんだろう、お待ちください。はい、見えていますか。画面共有してますよ。すごいこれ、はい、このまま資料というか、このまま動画に使えるように作られてる。はい、使えるようにしておりますので、ちょっと動画編集の方頑張ります。はい。一応出てる文字もね、読むんで、はい、音だけの人も楽しめるかなと思います。はい、スーパーフォーミュラを見てきたよというね、スライドを作ってきました。はい、小学生でもわかる。はい、なんですけども、まあ、あらかじめちょっと説明しておきますと、スーパーフォーミュラ概要として妻に見せた資料を現実のレポも踏まえて、現実行ってきたレポも踏まえて、こう混ぜこぜにした資料なんで。ああ、なるほどね、完成形だ。概要とレポがこうごちゃごちゃになってます。はい。という点ね、まず。と、見てきた後に追加したページは右上に印が書いてあるんで、まあそう、はい、このあたりレポとか、まあ後で付け足したんだなというのが分かってもらえればいいかなということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、見てきました。はい、まず、先ほどもおっしゃいました。スーパーフォーミュラとは何ぞやと。うん。なんか、なんとなく、こういうことなんだろうなっていうのは、うん、その、動画とかなんか載せたりしたんで見たんですけど。はいはい、私がね、個人的にね。そう。でもその、何か、正しくは分かってないです。はいはい。まずですね、まあ、すごいざっくり言うと、日本国内で開催されるモータースポーツの一つでございますよと。はい。まあ、他の例で言うと、まあ、以下すいません。SF と資料では書かせていただきます。ちょっと長いんで、さすがに。はい。はい。スーパー GT っていうのもありますね。これがどういったものか、ちょっと今回説明するとややこしくなるんで。とか、もう、あまたございます。はい、同日開催で言うと、鈴鹿サーキットではバイクの耐久レースも行われておりまして。へー。とかもあったりするのよ。はい。なるほどね。で、まあ、国外の方が有名なんで、ちょっと国外も説明させていただきますと、はい、F1、フォーミュラ1、うんうんうん、これはさすがに聞いたことあるね。はいはいはい、インディーカーとか、とか、聞いたことない、ナスカーとかあるんですよね。車だけで言っても、もう、まあもう、あまた、もう、本当に、まあ、僕も知らないものいっぱいあります。市場を考えるとね、いっぱいありますよね、そりゃ。すごい、もう、車なんてみんな乗ってんだから、まずそもそも。はいはい、はい。で、まあ、めっちゃ多いよと。わ、すごい。うん、まあ、だからもう、あんま考えないで、今回は、まあ、国内で行われるモータースポーツってやるってことだけね、とりあえず、覚えてもらって。はい。はい。ね、ここで使われるっていうのがすいません。フォーミュラカーっていうものなんですけど、ちょっと今、右クリックしちゃった。はい。なんですけども、それがどういうものかっていう、走る車の説明を今回ね、したいと思います。なるほど。なるほど。で、まあ、普通の車はわかるよね、みんな。はい。との違いを今回、ちょっと、にピックアップして、説明しますと、うんうんうん、まあ、車体が、いわゆるフォーミュラカーというもので、これはフリーのイラストです。使います。こういうタイヤが向き足なのがやっぱ。ああ。まあよく見る F1 カーとかこういうイメージ。そうそう。F1 がもうフォーミュラカーなんですね。そうですよね。まあ、ほぼ F1 みたいな車が走ると思ってもらえれば。はい。もちろん細かい違いはありますけど、もう F1 みたいなのが走ると思ってもらえれば。はいはい。全然いいですね。はいはいはい、で、今回の、スーパーフォーミュラは、全チーム同じ車体を使用します。なんかこういうのってね、
カスタマイズしてるイメージあるけど。そうそう、もちろんその細かく後ろのウィングっていう部分の角度が調整されたりとかはありますが、うん、本当にベースとなるものは全部同じで、タイヤも同じなんですね、うん、もう一種類もちろん雨の日と晴れの日は別だけど、同じ会社のものを、うん、使ってくださいっていうルールがあります。なんかこれはじゃあレギュレーションが違う他の大会なら違うよみたいな。そうそう、タイヤもなんか他のさっきのスーパー GT とかだとタイヤが2つの会社、どこだったかちょっとど忘れしちゃったけどとか結構あるから。そう、でエンジンだけは、トヨタかホンダかかな、うんうん、の2種類を選べて、もちろん馬力は同じだし、もうほとんど同じかな。実際最後の順位ももう結構入り乱れ、どっちが強いとかもないぐらい、トヨタとホンダ。ああ、じゃあもう。違ったこともないよ。じゃあその、本当に技術でっていうことなんですね。期待ってとかじゃなくて。そうなんです。ドライバーの実力が、まあ、チームの戦略なんかもありますね、もちろん。もうそうですよね。どういう攻め方をするかとかもあるんで、が鍵となる。もうヒューマンスポーツとか言ってたかな。スーパーフォーミュラ側は、はい。っていう話で、まあこれ、ちょっと動画を再生できません。エラーコード4が出ていますが、はい、超速いんです、とにかく。当たり前ですが。うんうんうん。もう信じられないぐらい速いですと。で、その分、とんでもなくうるさいですと。まあ、確かに、速度全振りだからね、防音性ゼロと、ね。はい、ちょっと動画がありますので、こちら、8秒ほどですけども、ご覧ください。音聞こえるのかな、わかんないけど。聞こえる。あー、ドップラー効果。これ、今見えてる動画、端から端がだいたい25から30メートルかな。一瞬ですね、秒で。一瞬、もう本当に。同じ画角だったらもうほんと一瞬で終わっちゃう。追いかけないとね。そうですよ、ね。次の動画はあったんですが、次の動画も走るだけなんで飛ぶかな。はい、すいません。っていう車が走るレースですよと。はい。で、車の説明の次は今度、全体のルールの説明ですね。はい。していこうかなって思います。まず、勝ち方、シーズン優勝の決まり方ですね。まあ何を目指しているかってとこですね。おのおののチームとか。年間9戦のレース結果で決定しますよと。はい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 。で今回見るのは第4戦なんで、こう折り返しちょっと手前みたいなところで、うんうんうん、シーズン半ばの戦いを見てきましたと。で、各チームがあるんですけども、各チームに1名2名ドライバーがいるんで、ドライバーの優勝とチームの優勝がそれぞれ別で決定します。あと1チーム1人ではないってことですね。ちょっとポイントはややこしいんですけども、まあ見たい人はここで止めてねってやつだ、はい、はい。予選と決勝でまたポイントがあって、予選のポイントは選手だけ入って、決勝のポイントは選手とチームどっちにも入るよって感じです。なるほどね。はい。各ポイントはもちろん順位が良ければ高いし、はい、って感じ。はい。で、先ほど予選と決勝っていうのがありましたけども、はい、予選のルール、そして、予選日に行われますと。今回は土日で土曜日に予選でした。はい。で、なんかマリオカートみたいにこうみんな一斉ドンで速さを競うんじゃなくて、おのおののベストタイムを競うんですね。ああ、じゃあタイムアタックなんだ。あ、そう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 、マリオカートでいうタイムアタック。はい。で、しかもラップタイムね。うん、なるほどね。一周なんで、はい。で、Q1 っていうのが10分間行われて、ここはまず A 組と B 組に振り分けられて、それぞれの組の上位6台が次の Q2 点に進めますと。それ以外は、まあ、とりあえず置いといて、あとで、それ、タイムに応じて順位決めますと。はい。で、Q2 っていうのが7分間。もうこれは本当に、ここで、一周のベストタイムどれだけ早くできるかってことですね。はい。Q1 と Q2 っていうのに分かれますと。はい。で、決勝ですね。予選で何が決まるかっていうとね、ちょっとこれ説明できてないんですけど、今。うん。決勝のスタート時のポジションなんですよね。そんな重要なんですか？この後説明できるか分かんないけど、本当にコンマ何秒の戦いなんですよね、F1。まあまあ、ちょっと言う、スーパーフォーミュラね。あの速度だとそうですよね。そう。なんで、もう本当に1位の人から、こう順番に前から並んでいくわけですよ、交互に。はいはいはい。マリオカートもそんな感じじゃん。まあ、あれは3列、4列だけど。そうですね。あれが2列な感じで、1、2、3、4位って並んでいくんだけど、やっぱ1位が先頭にいるから、先頭にいる分、それは有利。なるほどね、そのもう。だから1位はもう、是が非でも取りたいわけだよね。なるほど。なんかもう、よくあると、内周、外周とかって、その関係ないんだ、あんまりもう。あ、そうそう。陸上競技はもうみんな同じ距離になるようになってるじゃん。そうですね。最終的に。でも、もう、スーパーフォーミュラはもう本当に。関係ない。最初の位置で、もう、距離短くなるから、単純に。あ、普通にじゃあ、得ってことだ。前に入れるほど。そう。前の車とは、8メートル差かな。だから、1位と3位の差は16メートルもあるんですよ。
って考えるとね、うん、そうでかいのよ。だからゼガヒでも1は取りたいし、できるだけ前に出ておきたい、うん、から予選を頑張るんですね。でその予選で決まったポジションからスタートするんですけど、決勝は、はい、決勝は、早く41周したら勝ち以上。ここはもうマリオカートみたいなもんですよね。ベビーパークだ本当に、はい、ね、早くそう41周目終えられた人が勝ちですね、はいはいはい。で、その他、細かいところの注目ポイントといたしましては、まあ、決勝、まあ、予選はもう早ければ早く早いほどいいんですから、決勝の見どころとしては、はい、まあ、タイヤ交換っていうのがありますよと。あ、めちゃくちゃ早いですね。ギュインギュインって、こう、はい、ピット作業ってやつですね。はい、で、スーパーフォーミュラー40周のうち、どこか、10周目から40周目までのどこかでタイヤ4本交換。だからピットイン1回はしてねってことですね。うんうん。やっぱりピットインかね、タイムロスなイメージありますけど。そうそうそうね。やっぱ、早いゆえに、ほんとコンマ何秒縮めていくっていうのが必要だから、もう本当に、なんか5秒遅くなったとかも、最悪ですね。ぐらい。そうそう、なっちゃうから。うん、まあしないと失格なんで、ね、まあとりあえず1回ピットインしてくださいと。はい、タイヤの交換の速さで順位が変わることもあります。はいはい。ちなみにタイヤ交換早くて5秒台だったかな。早っ。F1 だと2秒切ってたりする。それは、技術の差？なんかいろいろあるんじゃん、その。規定が違うとか。規定が全然違うから、やっぱり。でも本当にそういう意味でもチームプレイですね。そう。もう本当にね、交換する、ピット作業は16人ぐらいいるから。一番少なくても。そう、少なくてもなんだ。そう、タイヤ外す人とはめる人は別だから、まず。ああ、そうだよね。5秒とかって話だな。そうそうそう。本当に効率化、効率、あ、ピットの人数制限ないから。じゃあ100人で言ってもいいんだよ。怖いよ、1台。寄ってたかって、そんな。まあまあ、まあ、上払いの鬼ごっこじゃねえんだからよ、本当に。っていうのがありますよと、はい。はい。次、これちょっと特徴的。オーバーテイクシステム、OTS っていうのがありまして、はい、一時的に、えっと、パワーアップする装置がね、搭載されております。まあ、スーパーキノコですよね。はい。そうなんですよ。こんなもん使えばいいじゃんって話じゃん。うん、だけど、まあ、1レースで計200秒使えるんですね。はぁ。で、一回、まあ何秒使用するかは別として、一回使用して切ったタイミングから2分間は使用不可。なんかそういう装置があるってこと驚きですね。そんなキノコみたいなものが本当に。やっぱこう抜かせるとこで、なんかそのどういう配分で使っていくかみたいなのも、やっぱこう、ピットにいるエンジニアとのやりとりで、ここ使っていこうみたいなのもあるから、やっぱもう本当チームプレイ。もちろんね、そのマシンの操作をするドライバーさんが一番重要かもしれないけど。最初に全部使うとかなしなの？あ、でもやっぱこう、この後見、情報見れるところで見ると、はいはいはい、やっぱチームごとの差があるんだよね。やっぱ慎重に使ってるなってチームと、もうガンガン使っていくみたいな。うん、やっぱそうだよね。なんかこれって話、ここまでの話聞く感じ、結構こう開いた差を埋めることって結構難しそうだなって思うから。最初に使うっていうのは僕も選んじゃうかも。チームメンバーから。もう一気に引き離してみたいな。そう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 。はいはいはい。なるほどね。まあそういうのがあると。まあ、っていうのがありますよと。はい。はい、で、今回、富士スピードウェイってところに行きました。知らないな、隣が御殿場。だから意外とね、近い。行けなかないんですね。行けなかない。全然つくばナンバーとか車見たし。へぇ。そうそうそう。いて、まあ、長いんですよ、ストレートは。もう国内最長かな、確か。これな、公式の画像使ったら怒られるかなと思って。トレスでもないし、もう本当に見ただけ。見ながら書いただけなんで。長いんですよ、ストレートが。あ、じゃあもうそこでもう、そこはキノコチャンスだ。あ、そうそう。で、この今ね、スライドで言う矢印って言っていっちゃうんだけど、はい、このストレートの真ん中のあたりで私見ました、今回。そこがいいとこなんですか、席的には。ここはですね、この下のお尻の割れ目みたいなコーナー、ヘアピンが見れるんですよ、ここから。ああ、じゃあそっちも見れるし。だからこの速い車と、ここでスピード落としてる車、どっちも見れるんですよ。お得だ。結構そう、熱いなって個人的に思って。座って見てますと、はい、で長いストレートの後に結構きつめのカーブなんですよ。ああ、確かにもうこの絵だけ見ると結構きついな。そう、ここかなりきつくてです。やっぱゲームで走っててもここきついですね。もうめっちゃブレーキかけてこう、なるほどね、グーンって曲がるとこで、そのやっぱブレーキングでどう抜かすかとか変わってくるんですよ、ここで。ああ、ブレーキの技術だ。結構ここ、そう、オーバーテイクのこう見どころというかしどころ、あんまり他正直抜かすスポットなくて、ここやっぱストレートからのブレーキングで決まったりしますね。あと、マリオカートやってたらわかるかもしれないけど、スリップストリームわかります？わかりますね。こう車の後ろにつくと空気抵抗増えるんですよ、うんうんうん。で、そうすると、その分速くなるから抜かせるんですよ、前の車を。それな、だから、ほんとすごいよな。わけわかんない。あのね、あからさまにそれが起きてんの。目の前のストレートで。へー。だから、
抜かしづらそうっていうのは意外とそれでない。前に車がいた方が得なことも結構多い。なんかでも今の話聞くと結構事故が起こりそうで怖いですけど、ブレーキとかその後ろに車つけてとか。そんなこと今回見たレースは事故なしでした。でもやっぱりちょっとね、こう怖い映像って、まあ、F1 は死亡事故多いから。そうですよね、すごいスポーツだからね。はい、で今回スーパーフォーミュラーレース観戦の楽しみ方、結局どうやって楽しめばいいんじゃない、ルールだけ聞かされてね。そりゃそう、楽しみ方なんですけども、まあ私おすすめは応援する人一人決めちゃえと。はいはいはい。もう全体をいきなり見ようとしてももう無理ゲーなんで、素人が実況の人ぐらいよ、あんな全体をこう見ながらどこかこうなって、あ今どここうなってますみたいな。それはなんか僕がだって素人目で見たら、うん、41周同じコースでどれが1位か多分分かんないと思うもんないや、そう、しかもピット作業終えた組と終えてない組がそうだよね、もうわけわかんない、ね、実質今どこが1位とか分かんないからそう、はいはい、まず1人決めて、まあ、どのぐらいの位置にいるかなっていうのを、はい、こう掲示板、電光掲示板とかモニター見ながらね、決めていって、まあ、そのドライバーさんだけ追ってれば、まあよろしい。まあまあまあ。後からもう、なんか気になる選手いたなら、もう振り返りの配信とか見ればいいし。まず頭からケツまでわかるってことね。はい、もうイメージ図ね、これ。もう本当に走ってるドライバーのイメージ図。老若男女いるわ。はい。どこ見たらいいの？一人決めたらもう、あの人いい感じじゃんってわかるから。はいはい。次決めたところでどうレース展開を追っていったらいいのかと、うん、その結局例えばアーティストのライブ行ってもモニター見てるだけだったらつまんないじゃん。まあ確かにね、どこに注目してみるかっていうの大事ですね。そう、なんかグレーの異常に人がいたライブ、野外ライブ、はい、あれ後ろの人どうやって楽しんだんだろうって私ずっと思ってるんですけど。確かにね、でも天井席とかね、ね、 ねなんですけど、場内放送がありますよと、もちろん実況の、はいはい、でもさっき動画見てもらったら分かる通り、聞こえるわけがないの、車が前通ってると。まあ、爆音だからね。ブワーだからもう、そう。で、実は FM 波で聞き取ることができます。あー、やっぱそうなんだね。そう。で、私今回は、Android のスマホも持ってるので、はい、そちらのアプリで聞きましたと。へー。で、公式の SF5 かな ?GO かな、わかんないっていうアプリもありますと。それでもこちらまず、ドライバー目線のカメラの映像が流れますと。すごっ。怖っ。と、アクセル、ブレーキどれぐらい踏んでるかとか。すごっ。燃料どれぐらいあるとかね。まあ、燃料はみんな決まってるけど、だいたい。とか、タイヤの温度とか。じゃあそういうなんかデータチックにもリアルタイムで見れるんだね。そうそう。GPS で今自分が見えてないところでどこ走ってるかなとか。うんうんうん。わかりますよと。すごいね。なんですけど、私これ、使った感じ、まだまだでした。使ってるとね、遅延がひどくなって。ああ、でもそうだよね。その速度感だと。ふーんって言った後に GPS 動いてるみたいな。確かに。なんかアップデート重ねてるらしいんで、ここは、うんうんうん、まあなんか、結構場内放送はかなり役に立つ、ね。やっぱ実況が、そう、追ってくれるから。で、まあ私が、というか、こう、注目選手ね、今回私が見たレース。誰も知らん人だけど、全員多分。知らない人だと思いますけど、はい。はい、まず、公式の注目ドライバーですね。はい。ジュジュ選手と言いまして。ジュジュってあの、まあ、野田ジュジュです。野田ジュジュさん。野田ジュジュさんです。まあ、ちょっと公式文読みさせてのちょっと一部を読むと、国内トップフォーミュラでは初めて日本人女性のレーシングドライバーと。女性で、まあ、ステアリングというのはハンドルのことです。はい、で、18になったばっか。わ、若いねということで。最年少記録も更新と。若くて女性でっていうところで。そう。今回参戦するにあたりわざわざ運転免許取ったらしいです。ライセンスだけ持ってたらしい。ドライバーの変なの。すごっ。わけわかんねえの。海外はちょいちょい出てたらしい。フォーミュラじゃないけど、そう。海外のレースで出てたんだけどって感じね。で、二人目、岩佐歩選手ですね。聞いたことない。でもなんかレッドブルがたまに取り上げてたりするから。いや、わかんないわ。ワンチャン聞いたこと。まあ、F2 に参加してたもん。F1 の下位リーグですね、1個した。J1、J2 みたいなことよ。はいはいはい。だからかなりすごいところの優勝経験もあると。うーん。はい。日本が世界に誇る若手ドライバーの一人。22歳です。若いね。もう全員若いわ。怖いよ。もう私が産みました、みんなのことを。もうそう思っていこう。そう、海外経験が豊富な若い選手ということで、はいはいはい、注目していましたと。で、F2 結局総合は5位の経験もありますよと、2年前でありますけど、かなりすごいですよ。そう。ねえ、フォーミュラカーの扱いにしては、扱いは若い人にしてはピカイチって感じかな。まあ、この時20歳ってことも、ね、なるほどね。そうそうそう。で、個人的、骨氷的にね、注目するドライバー、その1として、これは名前知ってるんじゃないかな。
小林カムイ選手。カムイ？でもなんか、なんかわかんない。特徴を見ればわかんのかも。37歳。まあ割とベテラン組かな。うん、で、F1 出てます。F1 経験者で、2019年、2020年、デイトナっていうレースから24時間耐久レースね。あー、なんかそれ聞いたことある。総合優勝。もう、すご。そう。ルマン24時間総合優勝。わ、すごい。実績を重ねた。あー、そう。ベテランだ。海外実績がもう、豊富なベテランさんですね。はいはいはい。っていうのもあって、やっぱこう、親父も見てたから、この人、F1 やってるとき。まあ、個人的にも、あ、知ってる選手だってことで、見てて、でもう2人目、はい、これは本当にマジで個人的に注目してるドライバーさんが坪井選手という、まあ、全然分からんね、当たり前だけど、分かんないけど、まあ、29歳、はい、で、国内の主要レースもう一個スーパー GT っていうのがあったんですけども、はい、説明したんですけど、2021年と去年シリーズチャンピオンです。わ、この GT500 というのが上位クラスなんで、もう早い組のシリーズチャンピオン。 200cc だもっと割りかで言う。そうそう、はい、もう本当にあのドリフトブレーキとかがいるやつね。ああ、そうそうそう。で F3、 国内の F3 でもシリーズチャンピオンその前取ってますよと。わ、で、スーパーフォーミュラで言うと前回の1位取ったのが2020年の最終戦、ちょっとここは勝利が久しいところ。なるほど。で、そこからなんですけども、そう。で、しかも奥さんもレーシングドライバー。わー、同じ。昔から戦ってた奥さんがそのままみたいな感じで。すご、漫画じゃん。そう、もうほんまじでそう。で、このスーパー GT でチャンピオンって書いてあるんですけども、実はこちらも応援してるチームが、坪井選手が運転してるチームで。だからこう、スーパー GT の流れでこのまま応援しようと思って今回注目ドライバーとさせていただいております。なるほどね。もう実力だけあるから、はい、そのポテンシャルはあるよと。じゃあ、あとはね、もう本当に勝利をつかむだけだと。どれだけチームと力を合わせられるかってことね。はい、結果もうここは追加したスライドですよ。だから、はい、まず個人的に注目していた1位、小林カムイ選手ね。はい、こちら予選まずその1位は7位で、よし、Q2 進出ならずということで。あらららら、ね、本当に。でも、まあ、Q2 進出できなかった人の中で一番早かった。13番手スタート。これでも13だから結構もうね。そうだよね。そう、しんどいの13ってもう。まあ、8×13。もう100メートルくらい差があるんだ。本当にそう。でかいよ。41周とはいえどね。確かに。なんですけども、決勝、トラブルもなく、8位まで上がってきたんですよ。13番から。ポイント取れるとこまで来てくれた。なるほどね。これもう、ベテランの風格ですよ。そうですね。上げるとこまで上げたろうやないかい。はい。感じました。なるほどね。続いて、坪井選手なんですけども、予選が4位で Q2 進出。うんうんうん。手堅く。はい。予選 Q2。だからこれは12人でどれだけ早いでいけるかってところで、こちらまた4位で、まあ惜しくもポイント獲得はならなかったんですけども、まあとはいえね、もう1位から4位から 0.03 秒。もうしんどいしんどい、ここ。確かに、ね、実況も大はしゃぎだった、その時も。そうだよね。どんどん食い込む食い込むで、そう、まあ本人は悔しがっておりましたけども、どうその決勝の可能性を感じさせる、うんうんうん、走りで、3位との差はなんともう 0.002 秒。どうやって測ってんの、測り間違いではみたいなね。もうそう、何メートルそれみたいな感じで、はい、惜しくもポイント獲得ならず、まあその4位はもう本人も優勝を狙えますってことで、うん、期待して臨んだ決勝ですよ。はい、4番手スタートで、まああの一回順位落としたりしたんですけど、もううまいことリカバーはいできてですね、してるよ。で他の車がもうほんと11周とか12周ですぐ行ったんだ、ピットインを。そう、本当にピットインできますよから早めに行った中、28周全体で言うと下から4番目とかかな、結構後ろなんだ。そう、遅めでタイヤ交換を、あ、すいません、全部21台です、説明忘れてましたけど、はい、下から4番目でタイヤ交換したんですけども、このまま4番手で復帰して、でやっぱタイヤって新しい方が劣化がなくていいんですよ。まあ、摩耗というかね、あんな早い国、90より来てるからね。そう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 。もちろん、その、温める作業は必要だけども、にしても、そのね、ポテンシャル一番高いところがどんどん下がっていくわけですから、はい、早い組からしたら、こう、10周以上のタイヤ交換の差が生まれてるわけですな、この時点で。4番手なのにも関わらずってことね。そう、4番手からもう、どん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 追い上げてですね、はい、33周目には2位で、34周目1位になってくれたんですよ。来るか、あと7周 ?7 周。7周。はい、耐えれるか。耐えました。おー、すごい。今季初優勝見届けられました、私、この目で。ららら、今季。そうで、これね、何が嬉しいかってまだあるんですよ。まず4年ぶりね、もうこれ、もうしかも4年前も富士スピードウェイなんで、これ感慨深いね。で、奥様の斉藤あゆみさんがね、
同じ日に同じ場所で開催した別のドライブのレースがあるんですけど、そちらでも優勝してるんですよ。そう、夫婦でじゃあトロフィーを。そう、でこの共助キャップカップっていうのが土日どっちも決勝があって、予選は多分金曜日にあったのかな。で2連勝してるんですよ。すごい。めっちゃ強い。なんかしかも初優勝なんだ、ね、初優勝からの2連勝してんの。あらね、初優勝のとこでは奥さんより先に泣いてました、坪井さん。素敵な関係ですね。そう、いやこれを見せられてからの劇的な優勝、最後ごぼう抜きの優勝よ。熱いね。奥さんも泣いたんじゃないの。熱い。私もちょっと泣きかけてよ本当に。マジでこれは熱すぎるもんだって。こんな確かにね、嬉しくないはずないよってのがありまして、はい、非常に良かったです。マジで私もずっと良かったとしか言ってないですけど、ここまで説明しないとやったらその良さって伝わんないから。まあまあまあ確かにね、私みたいな投資郎からしたら、そうな、こんなもん1選手かかっただけやんじゃないのよ。もうほんと感慨深すぎる。ドラマがあると。そうで、こういうレースがですよ、まあ、土曜日はこんな感じって言っちゃうかも。とりあえずこんな感じとこんな感じで、スーパーフォーミュラだけで言ったら予選日が5時間のうちのもう2時間ぐらい、はい、うんうんうん、2、3時間で、決勝の日もフリー走行が30分あって、その後はまあ午後3時から1時間ちょっと、はい、で今回トラブルなかったんで、もう本当に1時間ぐらいで終わりました決勝レース。正直言ってこれだけのために遠出すんのかって思っちゃわない？まあ私とかは全然なんかないからね。あ、そう、そういうもんなんだな、好きな人にとってはなっていう感想です、と思っちゃうでしょう。楽しいのはレースだけじゃないの、現地参戦っていうのは。そうなんだ。そう、じゃまずスーパーフォーミュラのレース以外の楽しみという、スーパーフォーミュラ以外も開催されてます。まあまあまあ、さっきも言いました共助カップっていうのがあって、うん、これが女性ドライバーだけのレースだね。あ、あなるほどね、共助ってそういうこと。競争女子の略して共助らしいです、はい、私もね今回初めて知った、行って知ったぐらいのもう、感じで。そう、29人、結構多いかな見た感じ、うんうん、結構あの車もね派手に装飾されてるとこが多くて、あ、なんか国際弁護士やりながらレース出てるすごい、なんかねすごい、何でもありじゃん。プロフィール見るだけでも結構面白い、はいはいはい、レースで、それ以外にも今回はポルシェのレースでも行われてました。すごい。これはちょっと選手よく分かんなかったけど、そのやっぱ市販車に近い形の車がね爆速で走ってるの見ると面白いから。確かに。そう、値段調べたらなんか3000万弱ぐらいしたらしい。怖すぎ、こんなもん壊したらねって感じで、それ以外の楽しみとしまして、ピットウォークっていうのがあります。あら、歩けるの？お、よく知ってますね、あのタイヤ交換するところ、ね、そう、はいはいはい、ピットロードを、まあ、特定レース始まる前の時間に入れますよっていうイベント、まあ、入って何すんのっていうと、マシン見れたり、選手が出てきてサイン会やってくれたり、あらあら、もちろんその写真も撮れたりね。あの近藤正彦さん分かります？近藤正彦、はい、あの、レースチームの監督やってるの知ってます？ああ、はいはいはい、近藤レーシング、なんか知ってるかも。そう、いろんなレースのチームやってて、はいはい、スーパーフォーミュラもスーパー GT もあとなんか別のレースもやってんのよ。教授もあったかな、分かんない、忘れたけど、いろいろやってんだね。そう、今回出てきたのかな監督、なんか還暦祝いの装飾もしちゃって60って。あ、そう、その年齢だから、ね、多分出てきてた。そう、周り人いっぱいいたから多分出てきてたとかやってるし、なんかシールとかうちわとかくれたりする。なるほど、なるほど。結構お祭りチックな感じのところですね、まあまあ、ちなみに1500円かかりますと、まあまあ、1500円でね見れるんならピット入れるんならって感じね。確かにそれは、うん、それはね安い。私はわりかしもうマジで安いと思います、これは、まあ、これはなんか画像に、はい、これちょっと追加したスライドを、に屋台がありますよと。まああるよね、こういうのね。なんか本当に輪投げとか。ああ、じゃあ家族でも来れますよみたいな。ああ、そう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 。屋台とかあのくじとかね、普通に、はい、とか、これちょっと難しい。モビリタ走行体験会っていうのがあって、はい、滑りやすい路面、濡らしてあるんですよ道路を。あれ聞こえてるこれ？聞こえてます。ああ、聞こえてます。はいはいはい、で運転してそれを診断してくれるっていうプログラムがありました。なんかその安全ですかみたいな。そう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 、こう大人向けの運転する人向けのプログラムとか、はいはい、私大好きレーシングカート。あら、走れますよと別場所で。だとじゃああのじゃあ紙根ではできなかった。物足りないと言っていたあれができますよと。ね、
またベイブレード X こちら体験ブースございますと。あんた向けやないか。これ僕やってないけど今回。やってないかい。あのあまりにもさ子供が多すぎて、ここ大人一人並んだらやばいなと思う。親子で並んでんのやっぱみんな。あなるほどね。おじさん一人が並ぶのはちょっと、うん、なんだやばすぎだからちょっと。はいはいはい。あとまあ乗馬どこに馬いんねんとかいた本当に。なんで？そう。なんかずっといるらしい基本的に。なんかその車ってもんを元たどったら馬じゃないみたいな感じで。あまあそりゃそうかもしれないけど。そうそういうノリらしい。そうそう。すごいノリだな。キッザニアの出張バージョンとかあるんだよ。じゃあ本当にもう。なんかあのレース前のお掃除、はい、路面の掃除とか、はいはいはい、なんか何番の車ここ止まってるみたいな札を持つ仕事みたいなとか場内アナウンスのお仕事。できたりあのブンブンジャー。私よく知らないけど。ああ、はいはいはい。ブンブンちゃんね。今、ちょうど車だ、確かに。そうなのよ。だから、ブンブンちゃんのヒーローショーやったり。はい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 。あと、プールあった。書いてないけど。ガチプールあった。ドデカビニールプール。すごい。なんか、本当にじゃあ、なんかね、レース見て、よくある、その、ね、家族で来てお父さんだけが楽しんでってならないように。そうそうそう。もうなんならレース中ももう見てっちゃおうみたいな。すごいわ。そうで今回私こちらモビリタとレーシングカートを体験してきましたよと、はい、もちろんあ屋台も寄ったけど、はいはいはい、まあ、体験してきたよと言えるのはこちらでございますと、うん、ちょっとモビリタ私舐めてました。ちょっとわかんないけどどんなものなのかが。ちょっと4,400円これちょっと かかるなって思うじゃん診断されるだけで。まあまあまあでもちゃんとしてんじゃないその分。そうで滑りやすい路面あのねなんか道路から水が出る仕組みが路面に水をかけるなんかホースじゃないけどなんか路面に穴開いてんのかなピョーって出てきてて常に路面で濡れてる路面が出てるわけ。じゃあなんか雪降るところの雪溶かすやつみたいな。ああそうそうそんな感じ。そうお86わかる。86わかんないね。86っていうトヨタのねあれはスポーツカーかな。へえそういう車ってことですね要するに。はいあの低い車ですねだから、うん、で走りますと、はい、でまあその走行結果によって今後どういう運転をしたらいいですよとかこういうとここうなんでこうしましょうみたいなアドバイスがもらえると聞いてました私。普通に安全運転すればいいってこと？ちょっとこの後ね説明するから、はい、で、ま、結果としてはね先結果言っちゃうけど、はい、まあ、まずハンドルも打つ位置上の方すぎだからもうちょいおろだから最近9時15分がトレンドらしいです。あそうな10時50分じゃないらしいのよ、はい、まあもう私もう全然11時55分ぐらい見て握ってたけどその初めて運転する車怖すぎて。そうだよね余裕なさすぎ全然私普段 K 乗ってるからマジで、うん、ワゴンあるビビっちゃってそう上の方だから気をつけてねって言われてまあ足の位置は褒められましたよと。そんなことまでそうあの足元にカメラあんの怖車内車内もちろん もちろんあるけどそうでこう模範となる動きはこうですと、はあはあ、で模範がちょっとマシンの性能を最大限に生かす動きしてるのね。うーんだからなので結果私ビビりすぎとあの街乗りしとんかお前はっていう、ああここ好き放題走っていいんだよっていう感じね。そうなんだでもトロトロ走んじゃねえよって言われたんだそうで最後にこの模範となる走りをするインストラクターさんの運転の助手席に座らせてもらえることになりました。それみんな乗せてもらえるの？はい。あの同乗者の妻はちょっと一回ね。ああ。はいはいはい。でこれインストラクターの運転です。ご覧ください。え？そう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 。うおお。しかもまだあのグリップ走行って言ってあの、はい、滑らないようにして走ってるよっていう走行。じゃあまだ制御してんだ。うん一応一周目はね。大きなライン、ね。で二周目から様子がおかしくなる。マジでこっからマシンを最大に生かす走行。おお。甘い。めっちゃ楽しいっす。おーこんな触れるんすよ。おーすげーめっちゃ面白いっす。フィギュアスケートのようにおーもう自由な時代っすね。あWe'll be right back.
ですね、これは。おお、ええはい、いやちょっと感動しましたこれ、すごいわ。あのね、あの最高すぎですこれ。これすごいね。バカほど滑る運転を助手席で体験できる。うん、確かに。なんかあの映像中にインストラクターの人がなんかフィギュアスケートみたいに言ってたけど、うん、本当にこうね、でもそれをちゃんとこう制御下に置いてやってるっていうのはすごい。なんかバラエティでさ、ドリフトする車に乗せてみたいみたいな時、はいはいはい、みたいな感じをもうもはや。確かにね。そう、最高。こんなことになってるとは思わなかった。で、最後はあのスープラ運転できたのがハッピーでした、個人的に。うん、はい、ちょっとで僕は映像だけ見て満足感も、乗ったら絶対言おうから。嫁は助手席座んなくてよかったってずっと言ってた。そりゃそうよ。ハクって言ってた。カートもやりましたと。こちらも2分ぐらいかな。これは知らない人たちと一緒に、知らない人やってんだ。ケツこれ、ケツこれ、ゴー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 感じ。なるほど。速いやつ、40キロぐらい出るやつ、本当に。まあ、カミネと比較するのはちょっとも違いますね。そう。で、これね、今回2人乗りカーとかって、2人乗り。だから横に人が乗れるやつあって。へぇ。うちのね、奥さん乗ってみたいってことなんで、大人2人乗りも OK らしいんでね、乗せて、はいはいはい、運転したから、どんどんね、距離が、やっぱ重さっていうの大きいから、大人2人乗ってるマシンは、それは追いつけないんだけど、そう。本当に途中から奥さんの声が聞こえなくなって、もえゼック、ゴーカートを想像してたらしくて。ああ、もう全然ね、確かに。そうするとね。最初のフルアクセルで、って言ってからもう、何も言わなくなっちゃって。意識失ってんのかも。そう、降りてから殺されるってずっと。なんか慣れてない人が運転するとちょっとビビってね、なっちゃうかもしれないけど。はい、私は本当に楽しくて、カートがね。うん、それ以外の楽しみももちろん、ご飯があるよと。はい、なんかドライバーとのコラボメニューとか、ブンブンジャーのコラボメニューとか、まあいろいろあるよね。なんかブンブンカレーっていうのが、なんか劇中に出てきたカレーが出てくるらしい。こういうコラボメニューは熱いよね、まあまあ、世の中のコラボカフェに物申したいな。やめなよ、いいよ。世界観に出てきたさメニュー出すよって話だよね。もちろん私は唐揚げとフランクフルトとか食べてたんで、そういうのもありますよと。で、レッドブルとかも協賛なんで来ると思ってるって、これね、嫁さんに説明で書いてたんですけど、はい、来ました。もらいました。もらえるよな、こういうとこ。はい、はい。ライム味、美味しかったです、ね。ここね。気になるでしょ。結局、デメリットですよ。こんないいこと言っといて、結局、みたいなね、はい、思われてるでしょうと。はい、まず、まあ、感染券、まあ、いわゆる入場券ですよね。さっき私が見てたメインスタンドとかいうあたりは結構入場できれば座れる自由席なんで。はいはい。はい。感染券っていうのが必要なんですけども、こちら大人が6,600円。なんか、まあまあ、そんなもんかなって、2日間言うと、うん。まあ、ライブとか、そう、と比べたらまあそんなもんだ。で、15歳以下、まあ、小中学生みたいな。は無料、うん。いいね。うん。で、ファミリー優待券。子供1人いたら大人2人までは2200円なんですよ。安っ。急に安くなる。これビビるよね。うん。まあ当たり前だけど、子供はいないとダメだよ。子供はいないとだけど、ダメだけど、そう。それはまあ、ね、まあ、親子分は2200円でいいよって。もう2人いたらもう、おじいちゃんおばあちゃんもいいよ、みたいな。すごいじゃんね。これすごい。まあ、学割も。だから学生は2200円。はい。学生も見に行きやすいかな、と。うんうん、思います。まあ、それ以外にも、まあ、ピットウォークはさっき言った1500円。はい。当日2000円かな。で、パドックパスっていう元関係者とかのエリアにずかずか入れるパスっていうのが、まあ、14000円。これはもうマニア向けでございます。そうだよね。うん。数も少ないし、駐車券ね。
当日2000かかります。まあでもそのもんだな。2日間行くと4000かかります。まあ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 、わからん。予約できるエリアっていうのがあるんですけど、はい、あの富士スピードウェイテントとか建てれるんですよね、芝生のところに。まあそういうとこだとやっぱ予約できるエリアの駐車券が良かったりするんで、そういうとこだとまあなんか7000とかまあそうかかったりします。はい、まあそれ以外にも、まあ、交通費とか宿泊費ございます。はい、宿泊券はまあ決勝だけ見に行けばっていう行けばいいやっていう人はねかかんないけど、公式ホテルはまあ高い。なんでそんな高いの？わからん。なんかインバウンド向けみたいな値段してる。あ、そうなのかも。実際レース見てる時に左にイタリア人みたいな人来たけど、その人はあの公式ホテルのカバン持ってたから、あーって思った。そう、それだってなる、ね、そうそうそう、こういう人向けかって思いました。ちなみに私が泊まったホテルは1泊2万円とか、まあ、でも結構高いよね。あ、2人で、じゃあまあまあ、うん、2人で、そうそう、まあそんなもんかって感じまして、まあ、あとはアプリ、あの無料だと大した機能使えないんで、月額見る月だけ払えばいいかなって思って払ってから入ったんですけど、会場にね、はい、会場で無料で有料コンテンツが見れるコード配布してたっていう。あ、早く来たね。それどこにも書いてなかった。これかここだけの情報かも逆に。はいはいはい、とまあ現地のグッズ代ですね。こちら財布倒産相談ね。私はミシュランの作業着とあのオートバックスの T シャツ買っちゃった。え、なんかあと あれはキーホルダーみたいな買ってなかった？ああ、あれも買った。あのオートバックスでタイヤって書いてあるキーホルダー。タイヤとホイールとカーアクセサリーとあとなんかとなんかオイルとかもあった。へえ。そうで、あのちょっとここで言いたいんだけど、うん、あのオートバックスの T シャツみちょっぱコラボなのよ。みちょっぱが？うん、あの結構活かしてる、かわいいワンポイントです。すごいわ。そう、あとミシュランの作業着はマジでなんかかわいかったから買いました、うん、って感じで、まあお子さんがいる家庭は劇場だけでもどうすかねっていう。まあ2200円だね。そう、3人で2200円だからもう、まああと駐車券かかるけど、まあ、5000あればまあ見ることはできる、はい、まあ、お子さんいないとこはアベマで見れるんで、まずは知るところからね。そうそうそう、さっき言った共助とかポルシェの試合は YouTube で生配信やってるから、はいはいはい、あ、もっと見やすい。そう、なんか F1 とかだとさ、ダズーンとか、あ、まあそうだよね、じゃないと見れないけど、そう、今はね無料で見れるんでどうでしょうってことで、はい、以上でした。素晴らしい、ご清聴ありがとうございました。はい、なるほど。じゃあもうこれでね、聞いてる人がもし興味を持ってくれたらいいですね、うん、教えを一人ね見つけたらいいだけだから、はい、別に1位にならなくても応援はできるから。うん、Go hello hello 旅立ちの日に風に咲く夢が舞う。骨氷さんは結構もうインターネット長いと思うんですけど、ええ、インターネットで動画とかいう媒体がまだ出る前の文字媒体の時ですね。今もあるよ、うん、なんか主流だった時、結構ホームページとかだったりなんかいろいろこう巡ってた時代もあるんじゃないかなと思うんですけど、なんか今もさ、はい、なんかの設定見たい時とかさ、はい、そのホームページ用意してるくせに動画でご覧くださいみたいなサイトめちゃめちゃムカつかん。まあまあまあ、いや文字書けお前用意してんな。そうね、うん、そういう世代で僕とかも結構ですね、あのオタクくんだったので今もだけど、それでこういろいろ周遊してる中で僕本当に悲しいお知らせが飛び込んできたんですよね。文字終了のお知らせ。もう全ては全部絵で示せじゃなくて、はいはい、あのフォレストページ、これがサービス終了でアップロードされた全てが消去。ちょっと悲しいよね。フォレストページめちゃくちゃ見てて。見てたでしょ、うん、今見てるわけじゃないんだから。いやでもやっぱりそれはさ、やっぱり古巣がなくなる気持ちよ。まあ故郷がダムに沈んだらやだもんね。そうそうそう。だからやっぱりなんかあの時の思い出みたいなのがこう蘇りますよね。なんかそのさ、作った人が別のとこにこう移行しててくれてるんだけどさ、うん、存在すら忘れてる人って、そう、あとは完全になくなるわけだから。黒歴史って思っちゃってる人いるからな。でもなんか当時のことってやっぱ僕もまだ幼かったんで、その時に出会った小説とかなんかもうどうやって調べれば出会えるか分かんなくて、ちょっと悶々としてる。あの時の作者に出会いたい。名前も思い出せないな。いや本当に名前も
本当に名前も思い出せない。そういう名前で作った人の名前で追うっていう段階になってないもんね、ちっちゃい子って。なってない、なってないんだよそう、私が原作も知らずになぜか見てた白鸚記の小説を書いていた方私にご連絡くださいさよなら。